またキシイモアファグロリオーサクリスクロアフルジディシマ背面、クリスクロアフルジディシマ側面タマムシとは、高注目、タマムシ浄化に属する昆虫の総称。タマムシ科は、日本国内にも多くの種類があるが、中でも、標準和名ムシとして知られる種は、美しい外見を持つことから古来より珍重されてきた。細長い米型のカブトムシで、全体に緑色の金属光沢があり、 背中に虹のような赤と緑の縦縞が入る。天敵である鳥は色が変わるものを怖がる性質があるため、この虫が持つ金属光沢は鳥を寄せ付けない。日差しの強い日によく活動し、成虫の餌であるエノキやケヤキなど、ニレ加工用樹林を飛び、夜間は幹の影に潜む。北海道には分布していない。エノキやケヤキ。 柿などの高所の幹をノコギリで引くと、その香りを求めて、切り口付近によく集まり、数匹で乱舞することもある。一方で、柿根の乾燥した竹や一本だけ突き出た枯れ枝で、日光をよくする個体もよく見かけられる。警戒心が強く動きは機敏だが、人間が2メートルくらいに近づくとピタリと動きを止め、さらに近づくと飛び去ったり、茂みに落下したりして、姿を消す。 卵はエノキ、マキ、ナツメ、リンゴ等の樹皮の割れ目や傷跡に産み付けられる。幼虫は幹の奥深く楕円形の穴を幹に沿って開けて、食害するため、表面からは見つけにくい。風雨で幹が折れたり木が倒れたりする事故の原因となりうる害虫であり、果樹園経営者や庭師などには意味嫌われる。この種の植え羽根は構造色によって、 金属光沢を発しているため、死後も色あせず、送信具に加工されたり、交流時法を持つ玉虫寿司の装飾として使われたりしている。加工の際には保存性を高めるために、レジンに包むこともある。どのようにも解釈ができ、はっきりとしないものの例えを、玉虫色というのは、見る角度で色が変わる、この虫にちなむ。日本には玉虫をタンスに入れておくと、 着物が増えるという俗信がある。日本で200種、世界で1万5000種余りが知られる。ありがとうございます。